はい、どうも、イチャムメです。今日も楽しく、スマブラスペシャルやっていきたいと思います。今回はですね、みんなの投稿をね、ちょっと見ていこうかなと思います。今までね、みんなの投稿、あんまり見てきてないなって。俺の個人で、ま、プライベートでも見たことなかったんで、あんまり。ちょっと見ていこうかなと思います。一押し。いいね、一押し。一押し見ていこう。すごくね。えかがやのプレイステーション。なんかね、早速なんかすごいものが見つかったんだけど、あ、すごいね、これ。どういうことこれ。奥行きあんのかな？カメラ操作。あー、すげえ。へえ。今のスマブラのさ、ステージ作りってこんなことになってんだ。何？なんかあった、なんかあった。へえ、すごいね。あ、こう見るとすごいわ。これ、ちょっと待って、期待できるぞ、これ。1個目からこれだとちょっと期待できるわ。絵みたいになってたらすごいね。あ、すごい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 。くね？これ、兵法でしょ？すごい、すごい、すごい、すごい。しかも、地上 PGM が、なんか、スーパーマリオのやつだったね。そこら辺まで徹底してるんだろうな。今、俺、BGM 消してるから多分わかんないと思うんだけど、ちょっとクオリティだけ。うわ、すごいなぁ。兵法、兵法、兵法、兵法。すごいね。しかも、このドット絵がね、これ再現されてるところがいいね。ドット絵が。ドット絵が再現されてるところがいいですね。あとは？なんかカービィがやられてんの面白い。お、これはあれじゃん、なんかドラゴンボールとかにいなかった？魔人ブーか。うん、魔人ブー。俺ドラゴンボールよくわかんないけどね。そこはちょっと申し訳ないけど。99999IQ プレイ。ちょっと気になるな。ほう。どういうことだ？ははは。一応したらこれぐらいかな？じゃ、ステージの方で、ちょっと見てみるか。何エミールって。俺、エミールなら知ってるけど、エミールは知らないな。お、すごい怪盗キット。おー、アンダーテールのサンズじゃん。すげえ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 。うわ、すごいクオリティ高えな。よう作るな、みんな。カビ。すげえ、何のキャラかわかんないけど、すごいね。ドット絵だ。デーモンコアくん。俺は知ってるよ、デーモンコアは。誰だ誰オリマー単体で CP レベル9を倒す。パート5。何すごくない？めちゃめちゃすごいと思うんだよね、これ。うん。どうやって倒すんだ？めっちゃきつそうだぞ、これ。うん。いや、きつそうだなー。頑張って。うん、ダッシュ攻撃と下強、上強、あと、クエンと、あとなんだっけなー。あと弱か。ようやろうと思ったな、この企画。てか、バースト手段ないけど、どうすんの？うん、これバースト手段ないよね。つかめないし、きつそうだね、これめちゃめちゃ。で、ピクミンいないからさ、危ね！いや、きつそうだな。ジャスガ。いいね、ジャスガ。しっかり見てますね。上手な方ですね。そして？うん。背後に回って弱。ガチきつそうだね、これ。いや、マジでね、よう頑張ってるわ。よう頑張ってる。これどうやってバーストさせんのって感じ、いつも思う。いつもというか、思うけど。これバースト手段ないぞ。あ、横強があるんだ。へえ。でも横強も相当パーセント貯めないといけないよ、これ。上強。うん、OP かかってるから、ワンパターン総裁がね、かかってるので、なるべく横強ばっか振っててもダメなんだよね。これ難しそうだな、マジで。いや、マジ苦しそう。しかも、ピクオリとシモンって、これね、これね、結構ピクオリがきつかったイメージなんだよね。俺の記憶が正しければ。おー、あえて戻ってこれない。まあ、でも復帰が弱いっていうのがね、唯一の助けかな。すごいな。このが、うん、いいね。攻撃上がりでしっかりね、攻撃貯めていくっていうのが。
うん、いいよ5強。でもよくさこんなにさ、あのなんかピクミンを使わない攻撃を把握してるな、この人すごいな。逆にすごいと思うよ。ガチでピクオリをメインで使ってる人なのかもしんないですね。正直ね、何のキャラメインで使ってても、どの技でどの技が出るってね、なんかこう全て把握してる人ってね、そうそういないんじゃねえかな。すげえ、よう戦うな。マジで頑張ってほしい。あー惜しい。頑張って。うん、痛いね、やばい、痛いね。火力が高いシモン、頑張ってくれ。やばい、マジでね、見てるのに集中して喋れなくなった。いいね、下京。あーいいよ、5強。よく通したな、今。CP9 の回避を今、しっかり見てたね。回避しないのもすぐ分かってたね。弱から、なんか、連携入るっぽいですね。確か、弱から掴みとか入るんじゃなかったかな？オリマ。確か。うん、違ってたらすまんけど、なんか、弱から色々入ると思うんですよね、確か。弱から上スマは知らんけど、弱から掴みは入った気がする。確か。俺の知識が正しければ。俺、ピクオリ使っても俺上手くなれないんだよね。なんかピクオリエスキャラなんのかもしれないけど、人が使うとめちゃめちゃ強いのに、俺が使うと着地めちゃめちゃ弱くて、悲しくなってくるね。この人相当上手いな。めっちゃ上手い。わあ、いいね。聖水奪ってそっから横強当てる。しっかりね。あぶね！これあと一発横スマし食らったらこれ終わりだぜ。どの場所にいても多分終わりだと思う。端にいても多分死ぬ。いいね、これ、あ、これ勝ったんじゃない？うわ、すげえ！すごくないこれ。すごいわ。めっちゃすごい。すごいわ。マジで、これすごい。本当に。語彙力がね、消滅した。さあ、今何分くらい撮ったかわかんないけど、とりあえずね、ちょっと何戦かやっていきましょう。フカヒレで。フカヒレ食ったことないんだけど、友達が聞くには、友達から聞く話によると、なんかフカヒレはなんか、輪ゴムを食ってるみたいって言ってて、俺はね、もう、食わなくていいかなと思った。あぶね。そうだ。よくないんだ。これは、もう、下シフトしない方がいいね。確か、横強。横強じゃないな。横必殺。ロイってさ、なんだろうな、空前の押し付け性能強いね、この上りの。上りでこの空前するときのこの押し付け性能強いんで、ルキナはねちょっとふわっとしてるから、空前の押し付け性能この折りで使った方が強いですね。どっちかっていうとルキナは。だからロイはロイで強いのでいいですね。クエヌとかもかなり性能高い。ジャンプ読み、ヨーコスマッシュ強いな、マジでロイ。今のクリティカルじゃないんでしょ。でも相手結構なんかものだ。守りにちょっと甘さが出てるね。うん、痛い。はい、投げて。これロイさ、なんすか、連打するとあれ復帰できること知らないのか。なんすか。ちょっとな、謎なのやめようぜ。あ、そうだ、ルキナとかマルスより全然復帰力ないんだこいつ。忘れてた。なんでもないようなことが。危ねえよ。これ戻ってこれない。いや、あの復帰阻止したはいいものの、自分の復帰阻止をしてたようだ。 OK、 見てる。いや、ロイ強いなこいつ、マジで強いと思う。なんかネガキャンする人も結構多いけど、まあね、あの復帰が弱いっていうのが分かるんだけど、別にネガキャンするほどのなんか弱さでもないからな。横、はい、お疲れ。空中ジャンプは今の空中攻撃、今ね、わざと適当にブンブンって振ってたんだけど、あれは釣りコードですね。